ロマン・トレダリアン・クインは、アメリカ合衆国フロリダ州ガルフ郡、ポートセント城出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2011年の MLB ドラフト2巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。2012年、参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、プロデビュー。66試合に出場して打率。 281、1本塁打、23打点、30盗塁を記録した。2013年は、A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレイし、67試合に出場して、打率。238、5本塁打、21打点、32盗塁を記録した。2014年は、A 級、クリアウォータースレッシャーズでプレイし、88試合に出場して打率。 257、7本塁打、36打点、32盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2015年は AQ レディングファイティンフィルズでプレーし、58試合に出場して打率。306、4本塁打、15打点、29盗塁を記録した。 オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年、マイナーでは、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズと AA 級レディングでプレーし、2球団合計で77試合に出場して打率、276、6本類打、25打点、36盗塁を記録した。9月11日に、メジャー初昇格を果たし、 同日のワシントンナショナルズ戦にて2番中堅守で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは15試合に出場して打率2636打点5盗塁を記録した。2017年はトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし45試合に出場して打率274日本塁が10打点13盗塁を記録した。 2018年は2年ぶりにメジャーへ昇格し、50試合に出場して打率、267、日本塁打、12打点、10盗塁を記録した。マイナーでは2012年から毎年30盗塁前後を記録しているなど、スピードスターとして注目され、瞬足を売りとしている。ありがとうございます。